渋谷入ありがとうございます嬉しいですやったーもう本当に嬉しいんですよで大好きなことを大好きなところに行ける嬉しいんです唇にう,れう薄い 薄い方が良かったような気もするい,いかうんこんばんはソロのえそうなんですよソロでのお仕事初かな嬉しいですびっくりしました本当にあのそのご連絡が来た時にお仕事のえいいんですかっていうしかもアニ,アニメですよ アニメ、あう嬉しい結構ニヤニヤしていましたずっと早く早くお伝えしたすぎて頑張ってましたよ <laughs> <laughs> 有線イヤホンで音声良好お良よかったですありがとうございますうんうんアニメ好きですよ大好きジャンプのアニメが好きで、ね、よく頑張る本当です 本当ですよね、本当によく我慢できましたよね私 <laughs> 嬉しい漫画好き漫画好きですうん開業時間私それ見たくって今ネットフィルックスさんでされてますよねえっそうそうなんです みたいなと思ってます匂わせなかったねですよね <laughs> 頑張りました <laughs> そう漫画毎週月曜日のあれ購読してます配給知ってますよ見てます少女漫画は本当に見ない見たいっていうか読まないです そう。久々に連続して、ええ。見ようじゃ。ドラゴンボールはないです。そう、ワンピースさんもね、見てないんですよね。なんか。いつかな、高校二年生の時に。なんかのタイミングで。 ワンピース見ようと思っててでも長いじゃないですかだからえー、どうしようと思ってすごく悩んだ結果読まずに終わっちゃったので読みたいと思いますどんな漫画を読むことが多い私は「ひろあかと回「呪術廻戦」はあのめっちゃ。 めっちゃ見てます毎週見てて最近はお休みのされてるので読んでなくってでもずっとそうだ、ね、見てます「昼あかもうすぐ終わっちゃう!」と思いながら誰かの影響姉ですね真ん中の姉がアニメとかよく見てて。 私も見たいと思って、鬼滅から始まったかもしれません。姉が多分見て、あ、いや、黒子のバスケ、黒子のバスケ。黒子のバスケから始まって、あ、ジェームス・コイス、いいね。見ようってなってみて、そっからどん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 広がっていきます。 そうですね結構でも何だろうそんなに広くないのでちょっと不安ではあるんですけどでも狭く深いのでちょっとそこは自信ありますすごく「スラムダンクン見てます何時まで配信 メールも送りたいので九時四十分半とかそこら辺にします。クロッコのバスケはえーとえーえー青みね、青みねくんが好きです。OK、ありがとうございます。そうです。今日は九時四十分ぐらい。 アニメのお話おはえー、ししたたいいです絶対したい、ね、私まだまだ全然読んでない読んでないものがたくさんあるので見てないものとかだからもしおすすめあったら教えてくださいうんキル え知らん。服どこで買ってますかダズリンさんとか、リリー・ブラウンさん、スナイデルさんとか、リゼクシーさんとか、そこら辺です。私はアニメじゃないジブリ、あ、私もジブリ好きです。タトルのメイ。大好き。ああ、緊張するよ、明日、どうしよう。ジャンプだってドラゴンボール、じゃじゃ…あ ジョジョ姉と母が好きですでドラゴンボールは父が好きですね、えー、いいですねふわっとした福井ネイえー、嬉しいです新しく買いましたいいじゃないの頑張る頑張るあ今日ハー,フハーフアップしてます ハーフアップで巻き巻き家族…そうですね結構結構好きです巻き巻き上手嬉しいやったジャンプ系大好きですよ ハーフアップ大好物あらあらハーフアップ大好物多いですよ嬉しいハイタッチイエイありがとうございます嬉しい知らないアニメはちゃんと知らないって言った方がおしあ確かに、ね、今のところ読んでるものは大体知ってますアニメならあ飛んだ 絵読んでないえでも結構なんだっけな本当にうんジャンプ系は本当にたくさん見てますねスポーツとかスポーツ系とかこのリップはロムの。 この赤いやついやま眩しい眩しいヴィンテージアップルっていう名前そう配給ね配給抜けますよね分かります母校には行けたい行けてないんですよ行きたい早く行きたいどうしよう時間が迫ってきていますよね結構「弱虫ペダルとか好きあう。あ 映画の方を見ましたアニメ見てないなアクション系あー確かに喧嘩系喧嘩系 <laughs> 東京リベンジャーズとかうんサザエさんも大好きそう7月7日までに行かなきゃ そうなんですよそうなんですよ本当に急げ本当に急げ早く行かなければアニメあ緊張めいちゃんの声優のあ待っててください頑張ります本当に たくさん頑張りますね待っててっっっ言わなかったら21期だね <laughs> そうですねちょっと本当に行かなきゃいつ行けそうかな声優とかも興味ある興味あるあるんですよ すごいしたい。した憧れてるので、声優さんには。だからアニメとか見てる時はすごい「あこんなこんな声の出し方あるすご」って思いながら聞いてます結構学びで「こんばんはこんばんは川本おくク、えっねえうれしい!」ダイエットがどんどん成功しつつあるかもしれないです嬉しいえ え、嬉しいそれは、どうしよう、えええ,えなのなのななな、ええゆうてゼーターさんゆうてゼーターさん、すごいありがとうございますいやー、かわいいのありがとうございます なんかパーフェもあるもしかしてもしかしてパーフェもあるあ,ありがとうございますユーティゼーターさん嬉しいありがとうございますすごい連続びっくりびっくりした <laughs> ありがとうございますいえありがとうございますん ありがとう。嬉しいです。うん、すごい。嬉しいですね、本当。パフェ。パフェ。<laughs> や、パフェ食べたい。いつもやってる。いつもやってる気がする。 やったお顔を褒めていただけたの嬉しいですそう頑張ったふう昨日たくさん食べたから心配だったよかった <laughs> よかったショールームの旅にパフェは本当ですよしばらくうまいもの昨日食べましたけどでも昨日はソフトクリームかなソフトクリーム食べたんですけど それ以外は食べてないです。あとフルーツ、そうなんです。食べてないんです。こんばんは。ダリカマ、ありがとうございます。嬉しい。いえい。すごいお魚さんが泳いでるみたい、太陽けが可愛い,い。 アイスは水だよ <laughs>。間違いない。間違いない。たくさん食べたって書いてたけもっと食べたいや、もうたくさん食べてたらもうブク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 しちゃうよ。なんなんです。お。アンパン。甘い。可 <laughs> 愛い,いこれ。ありがとうございます。嬉しい。 かわい,いそういえば X のかき氷おいしそうだったあっめっちゃおいしかったですもう週5ぐらいでかき氷食べたいです食べたいなぁパーフェも食べたいしたくさん食べたい今日ドーナツ食べたいなって考えてたんですよでも我慢しました えらいえらいですはい確かに大間えっしい嬉しい,嬉しい皆さん大好き嬉しい週5で掛け声ちょっとお腹確かに壊すかも確かに週3ぐらいにしちゃいますかえらい そうなんです。偉いですよね。皆さん優しい。セブンの空気を私も食べたいなって考えてました。それも。目の前セブン通過して我慢しましたよ。偉い。甘いものはブクブク太るって気づいて結構我慢してます。 そう、もうすぐファンの人にそう会えるんですよ皆さんに嬉しいあとちょっとあお水飲みますあのクッキーはどこに置いてえっんか壁 <laughs> 棚の壁の方にあります棚のなんか こうこうなってるじゃないですかここにあるんですよここ通路だから全然全然多分見えないところにあるかもしれないですそうだね壁壁ですよねやっぱり横そう横そう たまにえー、まだそこは来てないですね最近ずっと売り切れ…あっえ私パワーかもしれないです <laughs> えすごいでも私も結構売り切れ見えますねでもできたてクッキー食べたいできたてクッキー たぶんたべたい <laughs> 自分で確かにうん作ろっかなでも多分たぶん作ったら食べすぎちゃうからダメだね 悲しい。でも手作りって絶対美味しい。クッキークッキー。つくそう食べたい。<laughs> 今日もコメント早すぎて発見されなあ今発見。確かに今日も早い。 自炊すると食べすぎるえっですよね分かりますそうなんか皆さんに私の作ったご飯を見ていただきたいんですけどでもダイエット中なのに作っちゃうと食べちゃうから太っちゃうのそのだからねだからたまーにたまーににします そうなんですよ肉じゃがみたいえ本当に美味しいですよ私の肉じゃが本当に美味しい握手会でクッキー売るとか <laughs> 売るのもあり久保さんそうなんですよ。見ました麻婆茄子すごいと思っていいねしました美味しそうだった 食べたいですって言いました。ロールキャベツ作れます。作れますよ。牛肉、そう。可愛い,いと料理バトルしてほしい。うん。買っちゃうぞ。買っちゃうぞ。<laughs> じゃあも,うもう30分になっちゃったななんかもうちょっとお話ししようと思ったんだけどみーちゃんお料理対決あったら勝てるねなんかこないだ勝てると思ったんですけど勝てなかったからちょっとリベンジしたいです <laughs> 次はしっかり勝たなきゃうん次はちゃんと勝ちます お刺身お刺身とか最近カサゴをさばいたのでまたなんかさばきたいあ包丁買いました皆さん包丁買いました買ってもらいましたこれ誕生日プレゼントでそうそこでカサゴを早速一昨日さばいて 食べました。美味しかった。容器。めっちゃ美味しい、びっくりしました。カサゴ初めて食べたんですけど。そう。そう、包丁見せたら、絶対バンされちゃう。<laughs> うん。そうなんです。内表、内表です。内表。塩焼きですか。お刺身にしました。 お刺身唐揚げが一番美味しいので。かさごま。あいどいたかさご。<laughs> そうですよね。そうなりますよね。そう。ん結構き切れる包丁。なんか鋭い、まあ、全部多分鋭いんですけど。 鋭い包丁で過去一スラーっていきましたそうでも私研いだことが本当にないので頑張って練習して研がなきゃなって思いますだからなんだっけス,ステータスう違うステンレスステンレスのステレスステンレスステンレスの 包丁にしたんですサビができちゃうので普通の普通の包丁だと多分なんかなんかお店の方にあのあお店の方になんかサビちゃうのでって言われて「ああそうでしたか」ってなって「えー、なんかおすすめありますか?」って言ったらステンレスの包丁だったら比較的 あんまり錆びないですよみたいなまあ錆びるけどでもそこまで錆びないみたいなのを聞いたのでステンレスにしましたでも,も元馬先であのー、料理長とか副料理長さんがあのー、こうやってトイレるところへ見てきたのでうん 多分いける、大丈夫。結構なんか。いい、いいやつ。いいやつを。いただきました。とぎとぎとぎし、とぎし。主語 <laughs> がない。私主語ないから、もう何の話言ってなっちゃう。 この包丁クしっかり結構しました <laughs> そう道具がいととっても楽しい本当にサポえてて楽しかっためいちゃんの賞がこちら <laughs> ありがとうございます もう本当にね飛んじゃうんですよ。何をたしたらもういろいろ主語も飛ぶし話も飛ぶし。久々に見てまたえっこういうこういってないってあらありがとうございますもう嬉しいです。あげちょっと痩せました。え嬉しい。あもうこれでめっちゃモチベ。 あげですえ嬉しいやったありがとうございます嬉しいではスクッシュタイムをしていこうかなと思いますはいあげいただきました あげでございます。あげです。もうちょっとお話ししたかったなー。うーん。カサゴポーズお願いします。カサゴポーズわかりました。ちょっとお待ちください。うん。<laughs> うん。 ではでははいいきますお待たせしましたカサゴポーズなんだろうだでもこれお魚ポーズなんだよなでもカサゴってこうだからこうかも こんな感じですよね、はいいいと思いますたい焼き <laughs> ええたい焼き、はい、こんな感じあ、クッキー食べたくなっちゃったお話しして 絵よりジェスチャー確かにかもしれないあげそのたい焼きを食べるポーズ 服かわいから服が見えるポーズウィンク久々にしたうん なんか今日大人っぽいか合わせてと大人っぽいの <laughs> えどういうことどうでしょうどうでしょう お姉さん <laughs> はいこんな感じですいい感じですねグッド。<laughs> はいではではなんだっけ ランキンキグを読みさせていただきたいいと思いますすごいさっき7位になってました私ありがとうございますそして盛り上がりとも 100, 100じゃない1万人いったので嬉しいですありがとうございますあげやっ 暑い今日は冷房,冷房つけてなくってこの格好だから大丈夫かなと思ってちょっと暑い暑 <laughs> い暑いわよ めいちゃんが少しでも夢になりますうわ嬉しいですもう頑張りますもう本当に明日ねえ緊張するんですがすごく楽しみなのでちょっと私の知識とかねえちょっとうわーってできたらいいなって思いますそして多分私のファンの皆さんが見てくださってるって思ったら絶対多分緊張もほぐれるので ぜひ楽しみにしていてください。はい。もう一人なんです、明日。ソロ仕事って、なんか緊張しますね。ああ。楽しむぞ。<laughs> はい。大丈夫、いいな、つめ、あ。頑張りますよ。 では、13位の方からお読みしたいと思いますいきますよ13位の方ホッシーメイメイ、めいめいのあ、え本当だ <laughs> ありがとうございます、めいめいの初めいめんネーム嬉しい、ありがとうございます、ホッシーさん久々だ、嬉しい、ありがとうございます 12位の方、ドラガンさん、メイメイに胃袋もつかまれたい。なるほど。では、握手会でお会いしましょう。<laughs> ありがとうございます。なんか、い指が動かない <laughs>。面白い。ニンニンニン okay. 11位の方、マロさん。マロさん、ありがとうございます。11。 <laughs> 上位の方タワーさんタワーさんありがとうございますいいね9位の方9位の方本当もね難しいのよね滝沢さん,滝沢さんのありがとうございますあげしてますかありがとうございます高速滝沢さん ありがとうございます8位の方チェッカーまなみさんありがとうございますチェッカーさんーありがとうございます2個2個11じゃないのにしちゃいました <laughs> ワンさん7位の方 <laughs> 名前が先に出ちゃいましたワンさん 見てますよ私おあさん X でもありがとうございます嬉しい最近たくさん名前覚えられるようになったのです最近めっちゃ X 見て名前必死にうわーって覚えてます内 <laughs> しないぴょです5円あ6だ 六位の方、関根さん、関根さん、ありがとうございます。五位の方。りゅうおんさん、りゅうおんさん、ありがとうございます。いーいえ、あ見えてなかった。どうでしょう、今日は。 よしいい感じいい感じいいといいぞ真剣なおかおか <laughs> 頑張りました <laughs> おいい感じよしよし四位の方りょうさんめいちゃんとの夏が始まるピ始まっちゃいますよもうすぐでつゆが開けるのでもうすぐですワクワクありがとうございます 3位の方パッションさんパッションさんありがとうございますああ皆さん嬉しいあげあげですはいたい焼きプリンスだってやったー私プリンセス。 <laughs> 嬉しいあげーなもはやるはやるですねなんかいい感じ内表。内表。はいでは今日もこれで以上となりますそうドボンなんですけどなんか どううしようなんか9時にやろうと思ってたんですけどまあ、ちょっと今日はできなかったのでちょっと明日も9時でダメだ, <laughs> だからちょっと今日は10時えっ、ー、と10時5分と10時10分10時15分5分刻みでやろうかなって思ってます。 5分刻みに私チポチッてやるのでポチッてやるのであ秒、秒、秒の方がいいか秒の方がいいいやでもちょっと私秒分からないかもそう ぜひ一緒にやりましょう。世界で同じでやってくれ、同じだよ。<laughs> 同じ大丈夫。はい。そう、うんと十時三十分まで五分刻みでやるので、ぜひやりましょう。に ねやりましょうね。では、また会いましょう。ありがとうございました。そう、まずメール、そうなんですまずメールを打たなきゃなので、はい、一旦これで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。またねラブです。